まあ、実際にそのキャンプに臨時講師で行かれた赤星さんだからこそ分かるような情報をちょっと教えていただけたらなと。まあまあ僕が行かせてもらって、まあ、本当に見た中でどうだろうな、まずケイン君ね、福島君に関しては、まあ、本当にねちょっとこれ支配下登録開幕前にされるんじゃないかっていうところまでいいところまで来てたと思うんですけど、まあ、正直ね荒削りなんですよねまだね。まあ、僕、まあ、彼の脚力にはもう本当に素晴らしいものがあるなと思って、まあ、あのスピードは武器ですよ本当に。ただやっぱりその全ての動きにおいて無駄な動きが多いというか、もう僕も最初に見た時にまずスチールをする時に、あ、これでよく今まで決めてきたなっていうような動きがあったんですよね。まずそこを、まあ、これをまあ直すというよりはこうした方がよりスムーズに走れるんじゃないかっていうアドバイスから始まり、まあ、いろんなアドバイスを彼にはしましたし、あと守備でもやっぱりね足が速いからこそのなんかそのボールに対する入り方、まあ、僕も最初外野手に転向した時に大学の時そうだったんですよ。スピードがあるから、まあ、簡単に言うとボールに対してガーって行ってしまうがために取るんですけど、いわゆるガーって行けば行くほどボールに合わせてないので次の投球動作にうまくつなげられないんですよね。だから彼の場合肩もすごく強いので、あのしっかりとした投球動作に行ければ移行できればよりいい球が投げられるっていうのがあったんですけど、まずそれをパッと見た時にいやこれではいい球投げられへんぞと、いくら肩が良くてもっていうのがあったので、もうその行った日にもうすぐその辺のアプローチというかはさせてもらったら、その午後からあったシートノックで全部いい球行ってたんですよ。でも言ったことをすぐやろうとして、それが、まあ、できるっていう、まあ、そのポテンシャルの高さもあるんですけど、でもすぐ終わった後にいやあのステップにしたらめちゃくちゃ投げやすかったですって言ってくれてたので、まあ、その辺はだからあのなんていうんですか、やってみてよかったっていうのももちろんあるでしょうし、あこれからこうやってやっていこうっていう彼の中で何か見つかったものも多分あったのかなと思うんですけど、まあ、それだけやっぱりポテンシャル自体はすごく高いし、逆に今までそれをしてこなかったのに、盗塁に関してもそうだし守備に関してもそうだしバッティングもいいんですよ本当に。パンチ力もあるし強く振れるし、だから全部のジャンルが、まあ、もうちょっとこう何かあればもう本当に化ける可能性っていうのはすごい持ってる。もう身体能力が高すぎて、あのちょっとこうなんていうんですかね、もうちょっと軽く力を抜いてやったら、まあ、全部100になろう出そうとするから、それがちょっと馬力が強い人のよくあり得ることなんですけど、まあ、それをだからうまくこう力を抜いてここぞという時の100を出せるような使い方をこう身につけていくと、もう持ってるポテンシャルはとんでもないものを持ってると思うので、まあ多分肩の強さだけで言えばね、あの 今いるタイガースの選手の中で外野手では多分一番肩強いんじゃないかなって思いますし、もうスピードは間違いなくね持ってるので、もうそれも多分一番速いんじゃないかなと思うぐらいのスピードなのでね、その辺をだからうまくこう今ちょっとなかなかその辺がまだ噛み合ってないかなっていうのがあるので、まあ今年中に支配下登録してもらえるように、開幕はどうなるか分かりませんけど、開幕からこうしっかりねそのポテンシャルの高さを出せるように、また何かあった時にはねアピールで、あのアドバイスできればなと思ってますけど、まあ、だから福島君に関しては本当によく支配下じゃなく育成でね取れたなっていうぐらいのポテンシャルはあるなとは正直思いましたね。であとはやっぱり本当にルーキーの山田くんに関してはもうやっぱり動きとかその、まあ、打つのもそうだし守備もそうだし走塁もそうなんですけど、もうセンスを感じる山田くんに関しては全てがこうなんかうまい、体の使い方が柔らかいというか、だからそのそんなに早く動いてるようには見えないんですけど、動きが早く見えるというか、だから逆に言うと力を入れうまく入れないからこそこうそういう柔らかい動きに見えるのかなっていうのはあるんですけど、まあでも本当に近い将来ね、あの本当にタイガースのショートをこう守るような選手になるんじゃないかなって思うぐらい全てにおいてのポテンシャルを秘めてる、まあ、もちろん甲子園でもね大活躍した選手ではありますけど、やっぱり全ての動きは柔らかいし本当に技術も伴ってるってことを考えると、高校卒でこれだけの技量を持ってるっていうのはねなかなかのもんだなと思いますので、
将来が楽しみだなっていうのと、まあ、あとはだから2年目のあとはいつぼくん、まあ、彼もやっぱりその持ってるポテンシャルっていうのはすごいものがあるので、まあ、去年1年間ねファームで、和田監督も結構試合数とか打席数とか経験させた中で、まあまあ最初良かったんですけど、やっぱこうプロの壁じゃないですけどね、ちょっとこう、後半なかなか結果がこう伴わないことが多くなってきてましたけど、まあいつぼくんもでも本当に素晴らしい動、もう本当にあれだけがっしりした体、もう高卒2年目でねあれだけの体がしっかりできてるっていうのもすごいことですし、怪我にも強そうな体型をしてるんでね、だからもう本当にいっぱいいますよ。今名前挙げたのはこの3人しか今挙げませんでしたけど、まあ、高寺君とかもねもちろんそうだし、いっぱいこう素材というかいるんで、うん、彼らがだから1年後2年後なのか分かんないですけど、こう上のレギュラー陣を脅かすような存在に間違いなくなっていくようなレベルだと思うので、まあ、そうなってくるとねタイガースの今後の何年か先っていうのがねすごく楽しみだなと思いますし、だからねファーム行って1日今年教えたんですけど楽しかったもん。なんかすげえいい素材がいっぱいいるなと思って、いや俺入ってきた時ここまでじゃなかったよとか思いながら、いや俺この中じゃなくてよかったわって思いましたし、だから本当なんかでなんかみんなその、まあ、ケイン君とかでももうこう目をキラキラさせながらねこう聞いてくれるわけですよ、いろんなことをなんか教えてて楽しくなってきちゃって、楽しくもなるし、なんかいやこの俺にはもうないものを兼ね備えてるって考えた時に、なんか自分のこう持ってたものを少しでもこう彼らに還元することによって彼らにちょっとでもね引き出しを増やしてほしいなっていうのもあったので、なんか一日あっという間でしたよね。終わってから思いっきり疲れきましたもんね。腰は痛いわ、足は痛いわ、なんか一生懸命なりすぎて、その時は何とも思わないんですよ自分でもね。なんかうわ俺めっちゃ動いてんじゃんとか思いながらやってたんですけど、その時動けちゃうんですよ。で見本とか見してねやるじゃないですか、おーとかなっとるわけですよ選手たちも、だろうとか思いながら。だけど終わった瞬間もうふくらはぎ痛いわ、腰痛いわ、ちょっとみんなのために体張りすぎたなっていうのはありましたけど、でも本当にそういう未来の本当楽しみな逸材っていうのが揃ってるなとは思ったので、うん、本当にキャンプ2軍に1日だけでしたけどね、行っただけでももう1日もう2日ぐらい一緒にいていろいろアドバイスしたかったなとか一緒になって教えたかったなっていうのはありましたね正直ね、はい、タイガースの未来は明るいという明るくなってもらわなあかんですよね。だから彼らもやっぱりだからそういうポテンシャルを発揮しないと意味ないわけですから、そういう選手になっていってもらいたいなとは思いますよね、はい。